チャールズ・ウェブスター・レッドビーターは、新知学協会の初期の運動指導者である。日本では、リードビーターの呼び方で知られている。新知学協会、第2代会長アニー・ベサントの片腕とも言われ、クリシュナムルティを見出し、新時代のキリストとして育成しようとした。ザ・チャークラズなどの著書があり、現代のオカルトスピリチュアル系でよく見られるオーラ図や7色のチャクラの理論を考案した。額のチャクラを開発し、オーラを見る能力を得たと主張しており、支持者には高度な透視能力を持つと称賛された。一方、弟子たちにみだらな行為を強要したとして批判も大きい。イギリスのストックポートで生まれたレッドビーターは、父親が早くに死んだため、家庭は貧しかった。青年になった頃には、エドワード・ブルワー・リットンの小説、来るべき種族を愛読しており、自分でも幻想的な物語を好んで創作していた。1878年には、英国国教会の聖職者の地位を取得し、次の年よりその職に就いた。しかし、レッドビーターの興味は、キリスト教よりも、心霊主義やオカルティズムに強く惹かれており、新知学徒の AP シネットのオカルトの世界を読んだ後、1883年には新知学協会に関わるようになり、その翌年には協会に参加した。1884年には新知学協会の創設者の一人であるヘレナ・P・ブラバツキーと面会し、マハートマーのクート風味からインドでの修行を行うようメッセージが与えられ、英国国教会の職務を辞して、インドのアディヤールにある新知学協会の本部へ渡航した。レッドビーターによると、彼はインドで、大師たちから、ヨーガや瞑想の修行を伝授されて、額のアジナチャクラを開発し、次元の異なる存在を知覚できる、透視力を獲得したという。透視力で人のオーラを見、さらに前世の姿を知ることもできると主張した。著書、チャクラでは、ヨーガの理論が新知学の理論によって、再解釈されている。7個のチャクラは、ヘレナ・P・ブラバツキーのシークレット・ドクトリンの7段階周期説や世界構造論と接続されて理解されており、身体論はアストラル体やエーテル体といった新知学の用語に置き換えられている。また、レッドビーターはインドやスリランカで貧しい生活を営む子供たちの中から優秀な素質を持つ者を見つけては、イギリス留学による西洋の高等教育を受けさせることで、新知学協会のエリートを育てようとした。その活動により、1909年に出会ったのが、ジッドゥ・クリシュナムルティである。ピーター・ワシントンは、彼は観察している少年たちに対する判断を間違えないためと称して、彼らと肛門性交をすることを好んでいたと述べており、何かと悪評が絶えなかった。クリシュナムルティの父親からは子供を神の化身に仕立てたこと、同性愛の対象にしたことの責任問題を問うて訴えられている。レッドビーターはイギリスでアニー・ベサントと協力することで指導や著述活動をしながら新知学協会の地位を向上させていった。レッドビーターはクリシュナムルティを世界教師という救世主マイトレイヤが降臨するための乗り物として育てようと図っていた。1911年には、そのための東方の保守教団を設立した。しかし、1927年には、クリシュナムルティが世界教師であることを否定し、教団の解散を宣言することで、計画は頓挫した。その後、オーストラリアに移住し、新知学協会を母体とする自由カトリック教会を主催して晩年を過ごし、80歳で死去した。ありがとうございます。